木彫りの恵比寿像を抱えて漁師の家を回り今年1年の海の安全と豊漁を願う恵比寿港が輪島市で行われました恵比寿港は輪島市輪島崎町に江戸時代から伝わる伝統行事で市の無形民族文化財に指定されています年2回行われていて1月は漁業の神である恵比寿様が漁師を守るため海に出るお出まし恵比寿 11月は恵比寿様が海から戻るおかえり恵比寿ですきょうは神社でお祓いを受けた氏子が重さ7キロの木彫りの恵比寿像を抱えておよそ120軒の家々を回りました太鼓の音が聞こえると住民が玄関先で出迎え手を合わせて今年一年の海の安全と豊漁を願いましたとににかくいい年であの皆さんが健康にして 頑張っていけるようにお願いしました。明日は1年の量の始まりを告げる奇襲祭が行われます。